はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はちょっとですね、もうずっと最近ストラトのお話ばっかりしてますけど、もうストラトの3部作になるのかな、ストラトについてちょっとね、このギターについて少しね紹介させてください。僕の彼女を紹介しますみたいな感じになっちゃうんですけど、ちょっとストラトをね紹介させてください。これね、このギターはね、僕いろいろギターをちょっと所有しておりますが、そんな中でもやっぱりね、こう厳選したものをやっぱり欲しいなと思って、こういろいろ目をこうね見てですね、アンテナを張ってですね、いろいろ見てる中で、このギターはですね、フェンダーメキシコなんですね。いわゆるフェンダー USA ではなく、フェンダーメキシコ、フェンダーメキシコって言っても工場がメキシコで、同じフェンダー USA カリフォルニアのねと同じ材料を使ったり色を使ったり、共通が多いっていうのは確かなんですけどね。でこのギターはね、メキシコですね。このギターを手に入れたのはちょっとやっぱ変わってたんですね。何が変わってたかというと、ロゴですよ。ロゴ変わってますよね、これね。だいたいこのスモールヘッドって、今はスパゲッティロゴっていうね、なんかこんな感じで、ちょっとこの辺に出しますけど、スパゲッティロゴっていうやつになってるんですよ、だいたいね。でこのタイプ、これCBS 時代って言われてるロゴのヘッドですね。このフェンダーって書いてるのはラージヘッドが多くて、イングベマルムスティーモデルとかですね、そういう感じのラージヘッドにはよく使われるスタイルではあるんですけど、これがスモールヘッドに乗ってるっていうのは珍しくて、最初はね偽物かなって思ったんですよね。偽物かなと思ったんですよ。それででもね、やっぱり不思議なもんで、偽物と本物っていろいろ、その本物を所有してると、やっぱり見た瞬間とか手に取った瞬間とか、そういうなんかの時にですね、ああこれ本物だなって、なんかこう言葉にはならない、あるんですね。慣れてる、普段から見慣れてると、あこれ本物じゃん、あこれ偽物じゃんって分かるんですね。それで非常にロゴ変わってたこともあって、ちょっと調べたりして、確かにこれはね、プレイヤーギターって言って、一時期限定のこのロゴで出てるのは非常に少ないパターンだと思うんですけど、スモールヘッドで、確かにこれね、ウォーターデカールでもなくてね、ちゃんとね本物のロゴでした。それからこの板ね、コンディションがすごい悪いっていうことで、非常に破格の値段で売りに出されてた中古ギターだったんですね。通常ですと、これはフェンダーのプレイヤーシリーズといって、だいたい新品で850ドルぐらいするようなシリーズ、なので日本円で10万円ぐらいですね、ぐらいの価格で、アメリカの相場ですよ、ぐらいが出て売られてるギターではあるんですけど、ちゃんとねスカンクストライプもあってね、なってるんですけど、これがなんとね半額以下の、もうね 40% ぐらいの価格で売りに出されてて、でフェアコンディションは悪いというふうに書かれてました、この説明文のところにですね。でフェアコンディション、確かになんか複雑な形してるな、とか思って、でも素材のね大事なところは問題なさそうだったので、実際にちょっと手に入れまして、で全部バラしていろいろ見てみましたところ、前の所有者がですね、全然ギターを知らなかったんでしょうね。もうめっちゃくちゃになってましたね。ありえないぐらい、そらフェアコンディションって言われるわなっていうぐらい、もうセットアップめちゃくちゃだったんですよ。まずね、このフェンダーっていうのは、これは一時期だけだったんですけど、このね、ここのなんとかトゥリーとか言ってね、こうスプリングみたいなのがないタイプなんですよ。で、その代わりに、それない代わりに、ここのね、ペグの高さが違うんです。この低弦側っていうんですか、この2弦、3弦、見えますかね、見えますか、1弦から4弦まではすごく低いんですよ、背が。で5弦6弦が通常の高さっていう風になってて、ここの高さを下げることで、このテンションをね無理やりこっちにグッと弦を持ってくるっていうことで、ここのなんかこうなんとかトゥリーって言われる、こうここにあれがないんですね、引っ掛け列がないんですよっていう、一時期なんかそういうデザインがあったらしいんですけどね、それ用のやつで、それも何を思ったのか、前のオーナーさんはこのペグも入れ替えちゃって、なんかだから一回外したんでしょうね。で順番がめちゃくちゃ入ってて、高いのがこのとこ入ってたり、低いのがこのとこ入って、もうボロボロめちゃくちゃなってて、で巻き方もなんか変になってて、
もうですね、ここのチューニングペグの方向は2つは違うし、高さはバラバラに入ってるし、あとね、もう弦はビビっちゃってるし、で、ここのサドルなんてもう横一列にこうパッ、前髪パッツンみたいになってますしね、もうめちゃくちゃだったんですよ。でも、細かい、で、そう、フロイドモデル5本掛けになってたりとかね、とか、でもね、細かいとこ見るとフェンダーのプレートが後ろに入ってたり、あとはね、フェンダーのチューナー、純正チューナーがついてたり、まあ、まあ、いわゆる本物のフェンダー、ここのね、フェンダー、ここのシェイプとかがね、やっぱり、あるんですよね。フェンダー、本物はこのシェイプ、こうなってますね。これ、偽物、中国系はここが丸かったりとかね、デコボコするんですけど、この形はフェンダーのオーセンティックなんですよね。とか、まあ、いろいろ見てると、まあ、結構これ手を入れれば全然良くなるなと思って、まあ、まあ、大手術とは言いませんけど、私が全部ですね、全部ばらして、一個一個全部やり直したところ、何も悪いところがなかったんですね。チューニングのペグの方向が2つ反対になってたのもあって、なんか、はぁと思ってたのも全部ばらして、全部直し、組み直して、よくやってみると、何ら問題なく全部ちゃんと向きも正しくって、で、この高さもね、ちゃんと正しい順番に並べ替えて、で、ここもサドルもちゃんとオクターブチューニングをして、高さも調整して、で、やっていくと、なんと普通のギターですよ。すごいいいギターに化けましてね。まあ、それ以来結構ですね、このギターは気に入って、まあ、よくたまにね、こう旅のお供に連れてったりとかしてるんですけどね、可愛い子に旅をさせようみたいな感じでね、連れてってます。まあ、なかなかね、YouTube デビューすることがなくてですね、ずっと私の秘蔵っ子みたいになってましたけど、まあ、私はストラート大好きなので、レスポールも好きですけど、フライングウィーも好きですし、なんでも好きですね。何でも好きです。ギターも全部好きですよ。っていうことで。はい。でね、まあ、それだけで終わったら、なんで自慢話かようになっちゃうんですけど、このギターは本当にね、フェアコンディション、そのフェアっていうのは、まあ、あれですよ、ギターセンターでね、手に入れたんですけど、フェア、ギターセンターとか、まあ、他の、あれも、そうですけど、アメリカの中古で、フェア、F-A-I-R ってね、フェアコンディションっていうのは、まあ、そうそうっていうコンディションなんですよ。要はとても備品でもないし、とても素晴らしくもない。でもまあ弾く分には問題ねえだろうと、あんたの責任で買ってねっていう感じのもうものなんですよ。いわゆる楽器としては、その例えばフレットの減りとかネックの反りとか、そういうのは認められないから、楽器としては多分使えるよ。その代わりでも他の部分、打痕があるとか傷があったりめちゃくちゃってどうのこうのみたいな、もうそれはあんたの責任だねっていうね、そういうのをフェアコンディションって言うんですよ。で、そのフェアコンディションの中にはひどいのもありますけど、まあこういうふうにですね、まあ何らしかの理由でちょっとおかしくなっちゃってるものを、もう楽器でも直す気ないですからね、好きな人直してくださいっていうね、アメリカ特に自分でやるの好きですからね。なのでそういう感じで、もうこうね、もう、もうフェアコンディションでどうぞみたいな、もう安いけど、どうぞ自分で直してねって、あんたの責任だよみたいな感じのギターって結構あります。まあそう言いながらも、45日、なんて言いますかね、リターンフリーって言ってね、返品できるっていうね、まあアメリカらしいいいシステムだと思うんですけどね。まあそれもあって、まあちょっとこうやってね、これギターは、おうちに、私のうちに来たわけですね。で、話がちょっと話がずっと脱線しばっかりでポイントがずれちゃうんですけど、このギターで、まあそうやってね、自分でバラしてみて、ちゃんと組み直してみて思ったのが、やっぱりですね、ギターはセッティングが全てだなと。セットアップ。ね。こういうね、正しい位置にして、全てを正しくセッティングし直すだけで、いわゆるジャンク扱いとまで言いませんけど、そうなってたギターもとてもいいギターになりました。多分今これですね、ギターセンターに持ってってパンってこう、まあ下取り出すじゃないですか。で、まあいくらか知りませんけど、お店にかかるときこれはグッドコンディションっていうことでなると思います。っていうのが他が全て、まあ傷はねありますけど、傷を除けば、まあ裏側なんでね、あれですけどね、傷を除けばこれはね、かなりグッドコンディションですね、になります。なので本当にね、セットアップが全てですから、セットアップはしっかりですね、皆さんされてください。で、セットアップの仕方っていうのは意外と簡単なので、
よっぽど変なことしない限りギターは壊れませんから、安心してですね、自分のお持ちのギターを、セットアップをね、ちゃんとしてあげてください。セットアップのね、記事は確かにオンラインでいっぱい出てきますし、ギター博士とかね、ありますよね、こうメガネかけてギター博士、あの方非常にね、すごい知識があられる方だなと思って、僕は結構ですね、あの方の記事を見たりするの好きなんですね。で、いろいろな、例えばオクターブ調整とかですね、弦高のなんたらとかネックの反りとかね、見ると、まあ、ヒットする中にやっぱりギター博士っていうのがバーンって出てくるんで、結構ご参考にさせていただいております。はい、なので、まあ弦高調節とかね、できることはほとんどね、ギターはね、やっぱ自分でできると思いますから、そのテクニシャンに出さずに自分でね、可愛がってみてください。で、ギターで、まあ、今の新品のギターを購入された場合、まあ、日本の場合は多分中古もね、コンディションがそんなに悪いってことはないと思うんですよ。こんなね、ペグのポストがもうバラバラになってるとかね、巻いてる向きが反対が混じってるとかね、そんなことは日本じゃ多分まずないと思うんですよ。あったらそれこそジャンク品とか言って、もう1980円とかでね、ハードオフで出ちゃうようなギターだと思うので、いわゆる楽器店にね、ある程度の価格帯で出てるものっていうのは、まずギターとして問題ないと思うのでね、まあそういう前提で今からちょっと言いますと、ギターを手にして必ずやってほしいこと、それは弦高ですね。この弦のこの高さですね。弦高の高さ、それからピックアップの高さ、ここをね、必ずセッティングしてください。これをするだけで音はね、劇的に変わります。だから弦高の高さ、これね、ベッタベタにするのが好きだっていう人は、まあ、結構多いようなんですけど、ベッタベタにするとね、弦高をね、下げちゃうと音がね、こう、なんて言いますかね、なんか変な、ビビってるっていうのがちょっとね、伝わるかどうかわかんないんですけど、音ビビるんですよ。ビビる、下げすぎちゃって、この、例えばこう、音弾くでしょ。この音が次の7、今これ7フレットですよね。7フレットが低すぎて8フレット目にもかすかに当たって、こう音がこうビビっちゃうっていうんですね。やっぱりね、こう音が一音一音がクリアになるとこまでちゃんと弦高は上げましょう。これはね、なのでベタベタに下げると弾きやすいですけど、音として良くないのでね、弦高はある程度確保しましょう。それもね、1ミリ、2ミリ、2ミリ、1ミリ、2ミリ、まあ、その辺からよくわかんないですけど、まあその辺は雑誌見ていただいて、まず雑誌というかギター博士を見ていただいてですね、調整されるといいと思います。ピックアップは本当にね、これね、2ミリっていう目安でいいと思いますよ。ここは1ミリ、ここは2ミリとかな、そんな感じでやっていただけると、音はね、本当に良くなると思いますから、必ずですね、ギターのセッティングはしてみてください。もう下手にね、ピックアップ交換をするよりも、エフェクターを買うよりも、簡単に音が変わることがあります。多くの場合はピックアップがすごく下がってて、このね、最終フレットを押さえた時にピックアップのポールピースというこのね、ポコポコ飛び出たやつがの頭が、この隙間がだいたいね、2ミリから 2.2 ミリとか 2.4 ミリとか言われてるんですね。で、まあ非常にパワフルが好きな方はだいたい 2.2 ミリから 2.2 ミリぐらいで、まあもうちょっとマイルドな感じで少し余裕を持たせたいなっていう方は 2.4 でもいいと思うんですけど、まあ 2.2 ぐらいを目安に合わせてみてください。そうするとそれが一番最適だと言われてますから、音もねクリアになってきたりしてね、いい音が出ると思いますからね、ぜひですね、その辺のセッティングというのをねしてみてください。その辺のセッティングはぜひされることをお勧めいたします。ということで、今日はギターのセットアップについて、セットアップはとても大事ですよと、それによって比較的ね、リーズナブルな価格のギターもすごいいい音が出るようになったりしますから、ぜひですね、セットアップっていうのをやってみてください。ググればたくさん出てきますし、先ほど言ったギター博士も出てきますからね、はい、ぜひですね、その辺を参考にやってみるといいと思います。ただね、セットアップ、ネックの反りだけはね、慣れないうちはやらない方がいいと思いますからね、そこはね、また別途ということで、はい、いきたいと思います。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。